はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65への算数、浅野中の逆算の問題やってみましょう。さあ、これ逆算ね、結構苦手な人もまあいるようでね、どうやっていいのかよく分かんないっていう人もいるかもしれませんけどね、これ苦手な人多いんですよ。めんどくさいですから。だからゆっくりまずね、全体を見るっていうのが大事なのね、これね。さあ、じゃあいきます。括弧 0.02 引く四角割る900かける50足す2分2と55分の4引く45分の2は3、ね、普通の計算だったらまず括弧の中に先にやって、括弧の中も割り算が先ですよ ね。で、括弧の中をやったら今度かける50ですよ。で、そしてここの部分ね、ここの部分をやったらこの答えに2と15分の4を足し、45分の2を引いたら3になるってわけです、ね、でまずはこの四角の中がいくつか出す。それは何でかというと、この四角に2と15分の4を足して45分の2を引いたら3なわけだから、ね、この四角の全体はどうやって出すかっていうと、まずね、これにこれ足してこれ引いたらこれなんだから、まずここ計算しちゃう、ね、2と15分の4引く45分の2は2と45分の12引く45分の2ですから、2と45分の10、約分して2と9分の2です。ここは2と9分の2ですから、ね、そうするとね、2と9分の2ですから、ここの四角の部分ね、ここの四角の部分は3引く2と9分の2の9分の7ってことになります、ね、だからこの括弧の中をして計算してかける50をすると9分の7なんですよ、ね、そうだとすると今度はね、この括弧の中にかける50をしたら9分の7なんだから、ここまで括弧の中がいくつかを見るわけです。括弧の中はいくつかというと、これを50かけたら9分の7なんだから、9分の7割る50をすればこの括弧の中が出るわけです。そうすると9分の7割る50っていうのは、約分なしで450分の7です。450分の7、ね、だから 0.02 引く四角割る900は450分の7なんですよ。さあ、でその次もう少しですよ。 0.02 から四角割る900を引いたら450分の7なんです。ってことはここはいくつかっていうとね、これちょっと注意ね。0.02 から四角を引いたら450分の7。ね。で、ちょっとまあ関係ないですけど、5を引く四角は2だったら、四角は5引く2ですね。3ですよ。だから、この四角割る900は、0.02 引く450分の7ってことなんです。ね。0.02 っていうのは50分の1ですから、50分の1引く450分の7は450分の9引く450分の7の450分の2です。さあ、これで揃いました。つまり四角割る900は450分の2なんです。ってことは四角はこれかける900ですよね。四角は450分の2かける900と、わざとらしいぐらいにきれいに約分できて4と、答えは4ってことになるわけです、ねね、あのね、最初からできるようにならなくていいんです。ゆったりね、あ、これならできそうだっていうふうに思うまで逆算のね、動画見てみてください、ね、ああそういうことかって分かったらやればいいです。ちゃんと間に合いますから、急がないで、ね、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。